あなたが今まで見た中で最も恐ろしい水中発見は何ですか？海の宝物ハンターになることを空想したことがありますか？深海ダイバーが基準を満たすには特別な訓練が必要です。この種の仕事や行動は間違いなく非常に危険ですが、非常に興味深いものです。なぜなら、彼らは深海に入るたびに、水中でどんな素晴らしいことが待っているかを知らないからです。稀に驚くべきお宝が見つかることもありますが、深海の異性怪獣や奇妙な UFO など、常人では一生を費やしてしまうほどの謎に満ちた珍品が見つかることもあります。到着。歴史上最も貴重な難破船の宝物から2000年前の古代コンピューターまで。このプログラムでは、最も驚くべき水中発見10件をお届けします。新しい視聴者は、素晴らしいビデオを見逃さないように、小さなベルにいいねを押して購読することができます。早速、本題に入りましょう。トップ10、オズボーンタイヤリーフ。サンゴ礁は海底にある美しい景観であることは、海に行ったことがある人ならご存知かと思いますが、今日は人工サンゴ礁についてお話します。アメリカの産業は40年前にすでにかなり発展しており、当時はアメリカ国内で多くの自動車が生産され、最終的には大量の廃タイヤが発生しました。大量の廃タイヤをどう処理するかというと、当時のアメリカ人は200万本以上のタイヤを海に捨てるという非常に単純な方法を考え、これで海底のサンゴ礁がなくなると素朴に考えました。タイヤ上で成長し、美しい水中景観を形成することもでき、環境に優しいだけでなく、廃タイヤの処理にもつながり、ウィンウィンの関係となります。しかし、50年後、結果は期待外れでした。海底には美しいサンゴ礁景観が形成されていないだけでなく、もともと海底にあったサンゴ礁も死滅し、さらに驚くべきことに、この海域の魚類も急速に減少しています。廃タイヤが長期間にわたって海底に沈殿することで、ゆっくりと大量の有害物質が分解され、この海域に海の生物だけでなく、そこに住む人々にも甚大な被害を与えていることが判明しました。住民も大きな被害を受けたため、米国はタイヤを回収するために多額の費用を費やさなければならなかった。トップ9、不気味な水中彫刻。海の世界に憧れる人は多く、水中の景色はとても良いので、海の底に行って確かめたいと思っています。科学研究チームは海洋調査の過程で、海底に人型の彫刻がいくつかあるのに、頭が砂に埋もれているという不思議な現象を発見しました。研究チームが最初に彫刻を見たとき、それらはすべて本物の人間であり、恐ろしく見えるものだと思いました。後に、それはイギリス人アーティストの作品に過ぎなかったことが分かりました。アーティストがこの作品を創作した当初の目的は、海洋環境の保護をよりよく人々にアピールすることでした。彼は、人々が行動しなければ、輝く太陽を見ることはなく、これらの海洋彫刻のようになるだろうと感じました。長い間海底にあったため、これらの彫刻の本体には海底のゴミが詰まっています。アーティストの意図は非常に良いものですが、これらの彫刻を見た後、人々はまだ少し怖いと感じます。実際、海の環境を守るために私たちにできることは誰でもできるので、もしかしたらこのアーティストよりも効果が高いかもしれません。これについてどう思いますか？コメント欄にメッセージを残してご相談ください。トップ8、ドワールカ古代都市。人間の神話や伝説に登場する神々は、一部の人が見たことがある宇宙人である可能性はあるのでしょうか。インドのサンスクリット神話では、インド北部の都市ドワルカで起こった二人の神の戦いが描かれていますが、2001年に海洋科学者がインド西海岸の水深120フィートのこの古代都市を実際に発見しました。この都市は現在、インドで最も深く研究されている海底遺跡の一つであり、広範囲に多数の石造りの建造物が点在しており、遺跡の壁や建物、神話などは基本的に神話に描かれているものと同じである。ここの古い建物の多くは車輪のような輪郭を持ち、多くの窓には人の顔が刻まれており、その全体的な外観は宇宙船のように見えるものや戦車のように見えるものもあります。これらの古代インドの建物は、彼らが見たものをモデルにしたのでしょうか。それとも、単に想像するだけで、彼らは自分たちの後に現れたものを彫刻して命を吹き込むことができたのでしょうか。これまでのところ誰もこの現象を説明できていない。考古学者が確立した唯一のことは、ドワルカは古代インド西海岸で最も活発な貿易の中心地の一つであったということである。
遺跡は中世の歴史と中世の終わりのものである可能性がある。長い年月、そして都市が水没した湖以前から存在していました。トップ7、深海エイリアン。バルト海で、ライオンのような耳とワニのような口を持ち、重さ約300キロもある木の怪物が、500年間海底に沈んでいた状態で発見された。ダイバーたちが最初に海底で木の物体を発見したとき、剥き出しの歯を犬の歯と間違え、死んだばかりの何かの異星生物かと思いそうになった。ダイバーらは近くで、1495年にコペンハーゲンからスウェーデン東海岸のカルマに向かう途中、火災により海底に沈んだグリブシュンデンと呼ばれる軍艦も発見した。船の所有者はデンマークのジョン王であった。注意深く身元を確認した後、ダイバーらがスウェーデン南部ロンネビー沖の難破船、グリブシュンデンの残骸から慎重に引き上げた。海洋考古学の教授は、これは15世紀のデンマークの軍艦の装飾だった。この怪物が最後に現れた時、レオナルド・ダ・ヴィンチとコロンブスはまだ生きていた。そして、敵を怖がらせるために非常に猛烈に設計されていたため、船首にも設置されました。トップ6、インド・アダム・ブリッジ。世界史大古代文明の一つとして、インドの謎は常に非常に強いものでした。そして本物のアダム橋は、この宗教伝説のベールをさらに混乱させています。アダムズ・ブリッジは橋ではなく、インド南東端のインド半島とスリランカ島の間の浅瀬にある珊瑚礁です。高いところから見下ろすと、まるで海に架かった天然の橋のようで、その姿もとても美しいです。実はアダム橋には、ラーマ橋という別名があり、ラーマとはインドの宗教で崇められている神です。伝説によると、昔、ラーマ教の妻が悪魔にさらわれてスリランカに連れて行かれた時、妻を救いたい一心で猿の群れを集め、一夜にしてこの海峡を架けました。妻を救った後、ラーマ教も橋を人々に残しました。地質学者の見解では、アダム橋の形成には主に2つの可能性があります。これらの中で最もよく知られているのは、スリランカがインド本土から分離した時にアダム橋が自然に形成されたということです。もう一つは、プレートの継続的な圧縮によって地面が徐々に隆起してアダム橋を形成することです。トップ5、400年前の難破船。2018年9月、ポルトガル沖で400年前の難破船が発見され、ポルトガルの史上最も重要な発見として称賛された。沈没船はポルトガルの大西洋岸のテージョ川河口で浚渫作業中に発見され、沈没現場は水面下約12メートル、面積約5000平方メートルにある。考古学者によると、沈没船では磁器も発見されており、その起源は16世紀後半から17世紀初頭の中国の万暦皇帝の時代にまで遡るという。遺産の観点から見ると、これはポルトガルでこれまでに行われた最も重要な発見です。潜水夫は沈没船の残骸の中から古書を発見し、今日でもポルトガルの国旗に見られるポルトガルの紋章と金魚が刻まれた青銅製の大砲を発見しました。また、この船には貝殻が積まれていました。この貝殻はアフリカの一部の地域で初期の奴隷貿易の支払い手段として使われていました。これらの発見は、カスカイスの海事の歴史とアイデンティティについて多くのことを明らかにしています。少なくとも400年前、ポルトガルはヨーロッパ、アジア、アフリカ、南米を結ぶ貿易と植民地の中心地でした。トップ4、最古の難破船。考古学者らは黒海の底で無傷の船を発見し、炭素年代測定により紀元前400年と推定した。これはこの船が2400年間水中に眠っていたことを意味する。古代ギリシャの貿易船とみられる全長23メートルのこの船は、マストが上がった状態で発見され、ゴムの4分の1が無傷だった。黒海の酸素不足のため、船は非常によく保存されており、船員たちが甲板で食べた魚の骨も無傷で発見されました。この発見は、黒海が人類の文明をどのように変容させ、影響を与えたかを調査し理解するために、国際機関が主導する1年間のプロジェクトである黒海考古学プロジェクトの一環である。このプロジェクトに携わったバルトバロフ博士は、これは全く驚くべき発見であり、ユニークだ、と語った。研究者らは、このような発見された器は古代ギリシャの陶器でのみ発見されていると考えている。例えば、大英博物館のサイデンの花瓶に展示されているホメーロスの叙事詩、オデュッセイアでは、主人公オデュッセウスが船のマストに縛り付けられており、サイデンが甘い歌で船員たちを岩に誘い込もうとしています。考古学者らは、これは人類が知る限り最古の完全な難破船であり、
古代の造船と航海についての私たちの理解を変えるだろうと述べている。トップ3、最も貴重な難破船。300年前に沈没したスペインの帆船サンホセ号がコロンビア北部の都市カルタヘナ沖で発見され、その中には計り知れないほどの宝石が積まれており、海外の推定では170億ドルもの価値があるとされていた。スペインのガレオン船サンホセ号は、南米植民地でスペインによって略奪された金、銀、宝石や宝石を積んでおり、1708年6月にイギリスの軍艦によって沈没された時、カルタヘナを出港したばかりだった。沈没船には少なくとも200トンの金、銀、エメラルドが積まれていたと多くの人が信じている。これは人類史上で発見された最も貴重な宝物で、コロンビア政府は数年以内に引き上げる計画だが、沈没船の正確な位置や宝物の数については明らかにしていない。この発見は多くの国からも競争を呼び起こしており、スペインは、沈没船は当時スペイン帝国の旗の下にあり、スペインが所有していたので、スペイン政府には船を引き取る権利があると述べた。アメリカの宝探し会社、オーシャンサーチフリートは、1980年代初頭にサンノゼ号の位置を発見しており、分け前を受け取る権利があると主張した。多くの中南米諸国もまた、この船には多くの中南米諸国から略奪された財産が積まれており、その宝物は複数の国で共有されるべきであると述べた。コロンビアは最終的に全ての要求を拒否し、同海域での難破船の発見は同国の文化遺産の一部であり、宝物は売却できないことを意味すると主張し、難破船博物館を建設すると発表した。それをコロンビア、カリブ海、そして世界の誇りにしましょう。コストと技術的な理由により、サンノゼはまだ回収されていません。誰が所有すべきだと思いますか？トップ2、奇妙な UFO。 バルト海は昔から海洋トレジャーハンターの楽園だったようです。2001年のこと、この海域で難破船を探索していた探検家チーム、オーシャン X が、探検家たちを本気にさせる巨大な円盤を発見したことがあります。その円盤は直径60メートル以上、高さ8メートルほどで、いつも平らな海底に突然現れた巨大な物体は、航空機でも難破船でもなく、自然物とは思えない完璧な曲線と滑らかな表面を持っていたことに気づかないわけにはいかなかった。探査チームは、円盤についてより多くの情報を得るために近づこうとしました。しかし、驚くべきことが起こりました。円盤に近づいたとき、船のすべての検出装置が故障しました。船を200メートル離れたところに走らせ、再びすべてが機能しました。まるで、何かの装置が計器をブロックしているようでした。しかし、岩石のサンプルを採取することに成功し、鉄、チタン、マンガンがたくさん見つかりました。これは間違いなく自然物ではありませんが、約14万年前、おそらく人類がアフリカから脱出しようとしていた頃のものなので、人工物かどうかはわかりません。多くの人はそれを空飛ぶ円盤だと思っていますが、スター・ウォーズのミレニアム・ファルコンによく似ています。そして最も奇妙なのは、円盤の後ろにまだ長さ 4km の引きずっているトラックがあり、トラックの終わりには別の円盤があることです。それはむしろ、飛行物体が空から墜落し、海底で芯2つに裂けたようなものです。この発見により多くの人がこの円盤は墜落した UFO であると信じ、探査チームは何度も政府に引き上げを要請したが全て拒否され、スウェーデン政府も日常の活動を監視するために船を派遣した。その円盤は今もバルト海にあり、人類がその神秘のベールを解く日を待っています。トップ1、最も古いコンピューター。人類が2000年前にコンピューターを発明したとは信じられないはずですが、そのコンピューターは想像以上に進歩しています。1900年、ギリシャのダイバーがアンティシラ島の北側の海底で古代の難破船を発見し、引き上げチームによって引き上げられ、後にそれが2000年前のものであることが確認されました。この難破船では、考古学者らが偶然、コイルの残骸が付着し、未知の文字や碑文が刻まれた青銅板を発見し、慎重に洗浄した結果、それが機械であることが判明した。この装置は30個を超える制御可能な真鍮製のギア、クランク、ダイヤルで構成されており、その機能が理解されないまま、数十年にわたって研究されてきました。それから100年以上が経ち、現代の科学技術に助けられた科学者たちは、アンティキティラ島装置と呼ばれるこの機械が、2000年前の超天文的なコンピューターであり、歯車はまるで携帯用の太陽系デモ機のように動き、天空の星や惑星の位置、月食や日食の予測をしていたのである。しかし多くの人は、このコンピューターの計算精度は当時では不可能であり、
このような高度で熟練した技術は、製作から1000年経っても発明するのは難しいだろうと考えています。しかし、残念なことに、この古代のコンピューターが発明された後、そのようなテクノロジーに関する知識は再発見される前に失われていました。もし私たちがこの情報を失っていなかったら、人類のテクノロジーは今日どうなっているでしょうか。さて、今日のビデオ共有はここまでです。上記は、この号でお届けする最も驚くべき水中発見10個です。このビデオが気に入ったら、私のチャンネルに登録してください。次回お会いしましょう。